DC 出身の元男子、プロテニス選手。自己最高ランクは1位でありテニス史上に残る、名選手である。4大大会優勝数14回は、ロイエ・マーソンを抜き、当時歴代1位記録。ウィンブルドン選手権優勝7回は、歴代2位タイ記録。全米オープン優勝5回は、オープン会以降歴代1位タイ記録。 1993年から1998年まで年間最終ランキング1位6年連続は歴代1位記録。ギリシャ移民の子としてワシントン DC に生まれたサンプラスはオーストラリアの往年の名選手であるロッドレーバーに憧れ7歳からテニスを始めた。14歳まではバックハンドストロークを両手打ちしていたが、 当時のコーチであったピート・フィッシャーの指導で片手打ちに変更した。フィッシャーはサンプラスに世界トップのサーブボレーヤーでバックハンドを両手で打つ選手はいないと提案し、往年の名選手ドンバッジのグリップを観察するため彼の自宅を訪れたという逸話が残っている。1988年に17歳でプロ入り。プロデビュー戦は 同年2月の全米プロインドアで、そこでは1回戦で、サミージア・マルバに敗退する。翌週のインディアン・ウェールズ・マスターズ1回戦で、ラメシ・クリシュナンに勝ち、ツアー公式戦初勝利を収めた。4大大会デビューは1988年、全米オープンで、ここでは1回戦で、ハイメ・イサガに敗退している。サンプラスが初めて脚光を浴びたのは、1989年。 全米オープンの2回戦で大会前年優勝者のマッツ・ビランデルを破った試合である。ビランデルは1988年にウィンブルドン選手権を除く4大大会年間参加を獲得して世界ランキング1位に上り詰めたが1989年に入ると著しいスランプに陥り全米オープン開幕時には世界ランキング5位だった。 この大会では、サンプラスは、第11シードの J バーガーとの4回戦まで、勝ち進んだ。1990年2月、2年前にプロデビュー戦を、戦った全米プロインドアの決勝で、アンドレス・ゴメスを破り、ATP ツアー初優勝を果たす。1990年全米オープンでサンプラスは、第12シードから勝ち上がり、決勝戦で、 ライバルのアンドレアガシを6から4、6から3、6から2のストレートで破り、19歳28日で4大大会初優勝を飾った。こうしてサンプラスは、1890年、全米選手権に19歳6ヶ月9日で優勝したオリバー・キャンベルの大会最年少優勝記録を100年ぶりに更新する偉業を成し遂げた。それから年後、 サンプラスは1993年4月にジムクーリエを抜き、初めて世界ランキング1位になった。同年のウィンブルドン選手権決勝でクーリエを7から6、7から6、3から6、6から3で破って初優勝を果たした時から、王者、サンプラスの時代が始まる。それから1993年全米オープンと1994年、 全豪オープンでも優勝して4大大会、3連勝を果たしたが、1994年、全仏オープンでは準々決勝でセルジブルゲラに敗れ、4連勝を逃す。苦手な赤土コートの全仏オープンは、その後も3プラスにとって、鬼門の大会であった。この大会では1996年のベスト4、進出が、自己最高成績で、その準決勝では、 エフゲニーカ・フェルニコフに6から7、0から6、2から6のストレートで完敗している。サンプラスは自分を世界ランキング1位に引き上げてくれたコーチのティム・ガリクソンを非常に慕っていた。そのガリクソンが1995年前後オープンの期間中に脳腫瘍で倒れたため、サンプラスは準々決勝のクーリエ戦で、 コーチのために頑張れという観客からの声援を受け、泣き出したこともあった。クーリエは、サンプラスの体調が悪いと勘違いし、明日にしてもいいんだよと声をかけたという。この大会では、決勝で、アガシに敗れて、準優勝に終わったが、優勝した、アガシもスピーチで、本当に辛い状況なのにいいテニスをしたよ、メイトと称賛を送った。 ガリクソンは1996年5月3日に死去したため、その後はポール・アナコーンに指示した。サンプラスは優勝回数を重ねるにつれて、過去の名選手の記録を意識しながら奮闘するタイプの選手になった。彼の最終目標は4大大会通算12勝を挙げたロイ・エマーソンの記録を破ることであり、長い間忘れられていたエマーソンの名前が、 サンプラスの目標として語られるようになった。サンプラスは1999年ウィンブルドン選手権でエマーソンに並ぶ4大大,大会12勝目を挙げ、翌2000年ウィンブルドン選手権での優勝で4大大会通算13勝とし、エマーソンの記録を破った。彼には貧血の持病があり、それに伴って30歳頃からは体力が急激に低下していった。 2000年全米オープン決勝戦で、マラトサフィンに4から6、3から6、3から6で完敗して、3プラスの決勝不敗神話が崩れた試合や、2001年ウィンブルドン選手権4回戦で、ロジャー・フェデラーに6から7、7から5、4から6、7から6、5から7で敗れた試合が、3プラス時代の終焉を印象づけることになる。さらに2001年全米オープン決勝戦でも、 レートンヒューイットに67、16、16で完敗し、この年は1992年以来の4、大大会無冠に終わる。アメリカの後輩として、アンディロディックも台頭していたが、対する3プラスは2年以上にわたり ATP ツアーのタイトルから遠ざかっていた。しかし2002年全米オープンで、長年のライバルであり続けたアガシを決勝で破り、31歳に、 して6年ぶり5度目の全米優勝を果たす。こうしてサンプラスは2000年ウィンブルドン選手権以来の優勝を飾り、彼の4大大会優勝回数は14勝となった。4大大会決勝戦進出はキャリア通算で男子歴代3位の18度となり14勝4敗で終わった。その後は試合に全く出場せず2003年、 全米オープン開催中に正式に引退を表明した。大会開幕日の8月25日、コート上で3プラスの引退セレモニーが行われた。2007年から3プラスは30歳以上の現役引退選手を対象にした ATP チャンピオンズツアーに参戦を開始した。2009年ウィンブルドン選手権でロジャー・フェデラーが2017年全仏オープンで ラファエル・ナダルが2019年全豪オープンでノバク・ジョコビッチがそれぞれ通算15勝を記録し14勝のサンプラスは男子歴代4位に後退したロジャー・フェデラーと並び史上最高のオールラウンドプレイヤービッグサーブを軸に攻撃的なボレーストローク当1990年代のプレイスタイルの象徴するプレイヤーであるサンプラスの最大の武器はサーブである ライバルのグランドストローカーであるアガシとの対戦では、サーブの調子で勝敗が左右された。ファーストサーブは、最速210から220キロの速度に、加えコースも、非常に読みにくく、重要な場面でのサービスエースを量産していた。セカンドサーブでも200キロ近い速度を出し、他のプレイヤーのファーストサーブ並みの速度であった。 しかし、決して、セカンドサーブの成功率が低かったわけではない。相手コートに叩きつけたり、柔らかいタッチでネット際に落としたり、状況に応じて打ち分けることができ、アクロバティックなプレーはしないが、ミスが少なく、チャンスボールを確実に決める技術を持っていた。特にコートに叩きつけるダンクショットは、サンプラスの代名詞であった。 ピストルショットと呼ばれた彼のフラット系のストロークも強力。特にストロークの名手和菓子との打ち合いは壮絶であり、2000年代以降のストローカ同士の打ち合いと比較しても迫力で上回るほど名場面でもある。特にフォアのクロスの切り返しは彼の得意のショットであった。サンプラスは男子テニス史上屈指のオールラウンダーと称されている。その理由はべての要素で、 高い能力を示していたことにある。これらの選手に対し、サンプラスは全ての要素で高い能力を有していたため、実質上記の2タイプの選手を融合した、ほとんど全てのショットで絶対的にポイントが取れる選手であった。そのため、状況に応じてオールラウンドな力を発揮し、多彩なプレイでポイントを奪った。彼のテニスは、 基本的に攻撃型であったため、玉足が速い芝、カーペット、ハードコートは相性が良く、無類の力を発揮した。しかし玉足の遅いクレーコートでは、鋭いショットを打っても相手に拾われることが多く、結果的に粘りのプレーが要求される。そのため、守備型のテニスではないサンプラスは、クレーコートを苦手としていた。 4大大会で14度もの優勝を飾った3プラスであったが4大大会で唯一クレーコートで行われる全仏オープンだけは1996年のベスト4が最高成績で優勝どころか決勝にすら一度も進出できなかった真面目な3プラスのプレースタイルマナーは華麗なライバルのアガシと比較されて地味すぎると非難されることもあった あまりの完璧なプレーに退屈の王者と評されたこともある。そんな評価を一転させたのが1995年前後オープンである。コーチのガリクソンのショッキングなニュースを試合中に知らされたサンプラスはコート上で泣き出した。観客にとって初めてサンプラスがコート上で人間味を見せた瞬間であった。これ以来、 サンプラスに対するロボット的認知は変化し、今まで以上に人気が出た。テニスに必要な新技体をすべて兼ね添えていたサンプラスは、ロジャー・フェデラーをはじめとした多くの選手たちの理想と目標であり、彼らに大きな影響力を与えた。親指で汗を拭う、ワンプレーごとにストリングを整えるなどの周壁は、サンプラスのトレードマークだった。オープン会後シングルス。 18シングルス、6シングルス、19W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。世界ランク最高10位以内で5回以上の対戦がある選手、世界ランク1位在位者、グランドスラム決勝で対戦のある選手を記載。太字は、 世界ランキング1位経験者アガシは3プラスの最強のライバルであり、最強のオールラウンドプレイヤーとストローカーの対決、1990年代最高のライバルと言われた関係である。対戦成績は3プラスの20勝14敗であるが、両者得意のハードコートでは3プラスの11勝9敗で、ほぼ互角である。ンプラスは4大大会優勝14回。 世界ランキング1位286周と輝かしい実績を持つが、アガシも4大大会優勝8回、世界ランキング1位101周に加え、キャリアグランドスラム達成、オリンピック金メダリストと輝く実績を持っている。両者ジュニア時代からのライバルであり、サンプラスが最初の4大大会優勝した1990年、全米オープン決勝。 最後の四大大会優勝であり、引退試合となった2002年全米オープン決勝の相手はいずれもアガシである。四大大会では全米4回、ウィンブルドン2回、全豪2回、全仏1回と計9回対戦している。多くが名勝負とされることの多い両者の対戦で、あるが代表例として次の2試合が挙げられる。 他に1995年前後オープン決勝等、1994年から1995年の対戦も名勝負と挙げられることもある。1980年代後半の芝の王者ベッカーと、1990年代芝の王者サンプラスは、サンプラスの12勝7敗。共にサーブボレーを得意としつつ、ストロークも強力な。 オールラウンダー同士の対決となった。両者は高速ハードコートにおいて、アガシ以上のライバル関係にあり、3プラスの6勝7敗と1990年代前半屈指のカードである。特に1996年年間最終戦は5セットマッチのフルセットで3プラスに軍配が上がったが、ベッカーの4連続サービスエースでの立ち上がり、見応え満点の壮絶な 打ち合い5セット中3セットがタイブレークまでのもつれ込み等の1990年代最高の試合の一つである。しかし芝のコートでは1993年準決勝、1995年決勝、1997年準々決勝と3回対戦したウィンブルドンでいずれも3プラスが勝利。 1980年代後半の芝の王者であったベッカーはキャリア晩年になったとはいえ1990年代の芝の王者である前世紀3プラスに一度も芝で勝つことができず世代交代を明確化したカードでもあるパトリック・ラフターは16戦中3プラスの12勝であるありがとうございます